はい、本日はですね、最近購入したものを紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まあ今回ご紹介するのはですね、すべてガジェット系という感じにはなってるかなというふうに思いますので、まあ普段のちょっとファッションとはまた若干違う感じにはなってるんですが、まあ最初のタイトルにもあった通り、総額がですね、45万円オーバーということになってて、もう破産寸前っていう感じにはなってるんですけども、まあここ最近いろいろ購入したものがあって、合計で7点ぐらいですかね、あるので、まあそれをご紹介していきたいなというふうに思います。でですね、僕先月も10万円ぐらい買っててですね、まあそれはほとんど給付金で消えたっていう感じにはなってるんですけど、まあそれはカメラとか照明買ったっていう話で、今この見てもらってるカメラも給付金を全額突っ込んで買ったカメラになってるんですけど、まあそれがですね、投資した分がきっちり返ってきてるってことで、まあその返ってきた金をまた増やしにかかろうということで、また投資が始まったっていうのが、この45万円になってますので、それの一番額が大きいところからまずご紹介していきたいなと思います。ではですね、今回45万円オーバー中の43万円がこれなんですけども、それがこちらです。Apple の MacBook Pro 16インチになっております。でですね、僕はですね、以前までこちらの MacBook Pro の13インチっていうものを使っててですね、これ2018年モデルになってるんですけど、まあこれ今年2020年モデルの新しいバージョンが出て、ちょっとそれを買おうかなと思って買う予定ではいてたんですけど、どうやら、まあちょっと専門的な話になるんですけど、編集ソフトの Final Cut Pro っていうのと、2020年版の MacBook Pro の13インチっていうのが相性が悪いっていうのは聞いてて、それ待ってんのもなぁと思ったんで、これは2019年モデル、昨年出た16インチって言って少し大きいんですよね。まあ、こんな感じでワンサイズ大きい、こっち前まで使ってたのが13インチモデルで、こっちは16インチモデルなんで3インチ大きいんですけど、まあその分性能とかもだいぶぐんと上げて購入してますので、まあ値段が43万円になったということになってます。でゴミ箱の上にポチッと置きたいなと思うんですけども、まあ僕今までこれ使ってたんですけど、この MacBook Pro も一応カスタムとかはしないんですけど、モデルとしてはそんなに悪くないモデルで22万ぐらいして購入したんですけども、最初使い出した当時っていうのはもうこのスペックの方が高くて、僕がついていくのがやっとというか、編集するのがやっとって感じだったんですけど、もう慣れてきて僕の編集のスピードにちょっとこっちがついてこれんくなってきてですね、よくぐる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 回って待たされることが多かったんで、ちょっとこのスペックはもうそろそろ卒業の時期かなというふうに勝手に偉そうに思ってですね、スペック的にはこの2018年モデルに関してはですね、まあこんな感じのスペックになってて、Core i5 っていう、まあ、脳みそ、CPU なんですけど、メモリが 8GB で、で、ストレージが 512GB っていうことになってて、まあ多分動画編集初心者やったらこれで全然問題ないと思うんですけど、まあちょっと慣れてきたんで、初心者ではないけども、まあ中級者までいかんぐらいの、まあ僕は今レベルなんですけど、まあそれやとちょっと物足りひんかなということになってますので、まあこっちを購入したっていうことになってて、こっちのスペックはですね、さっきの Core i5 から Core i9 まで上げて、さらにメモリも 8GB から32GB まで上げて、ストレージに関しても512から 2TB まで上げてますので、まあ、大体4倍ぐらいのスペックに上げたっていうことになってて、まあ、これに関しては普通に Apple の店頭とかで売ってないので、本当に自分でカスタムしてガン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 上げていったんですけど、まあ、そしたら43万円っていうことになってて、ただですね、まあ、僕はいずれこれは回収できるだろうと見込んでますので、ある種投資やと思って突っ込んだんですけども、今はですね、編集はもう全てこの MacBook の16インチでやってて、動画ももう 4,5 本作ってるんですけど、まあ、そしたらですね、もう圧倒的に処理速度が違くて、僕がガーッとめちゃくちゃ編集してモザイクとかバーッとかけたりとかしても全然ついてくるんですよね。だからうわ、めちゃくちゃ快適やなと思うし、こっちやったら結構待たされてたりとか、あともうぐるぐる回り出したらもうちょっと10分15分ぐらい待たなきゃダメなんで、外に散歩しに行ったりするんですよね。で帰ってきたらやる気なくなっててやらへんとかって結構あったんですけど、これに関してはもう全然こっちが待たないので、もう連続でババババーッと編集していくので、ほんまに2時間3時間ぶっ続けて編集していくので、勝手に2本3本ぐらい出来上がってるって感じになってて、まあそれぐらいスペックは高い感じのモデルになっております。まあなので値段は高かったんですけど、まあその分僕の時間はかなり浮いたんで、まあこれはいい投資やったんじゃないかなというふうには思っております。まあここで皆さんが思うのはですね、嫁怒らへんのっていうところだと思うんですけど、まあ僕の嫁はですね、仕事とかに関する投資とかは一切口出さなくて、僕は教員時代から何を買うにしても仕事に関係することに関しては一切口を出さないので、まあ今回この購入に関しても買えてよかったねしか言ってなかったんで、まあ何の問題もないんですけど、それは趣味とか浪費とかでそんな金使ったりしたら多分めちゃくちゃ言われると思うんですよね。サーフボードに40万払ったりとか、あとギャンブルに何十万払ったりとか
からしたら多分ボロクソ言われると思うんですけど、まあ、仕事関係に関しては一切苦情を出さないっていうことになってるので、まあ、今回これを購入したということになってますので、45万円オーバー購入したうちのこれがもう43万円ということになってて、まずこれが一つ目になります。で、まあ、二つ目からもうサクサクいきます。で、二つ目がですね、このパソコンの付属品なんですけど、僕が以前使ってたこの PC の方でもですね、あの PC スタンドっていうのがあって、こう普通に Mac を開けるとですね、まあ、こんな感じになると思うんですけど、これやとこう姿勢が悪くなっていくので、このスタンドをカチンと上げてあげて、まあ、こんな感じで使ってたんですよね。で、これ今ちょっと安定しませんが、こんな感じで使ってたんですけど、そしたら高さが出るので編集しやすいということでやってたんですけど、もうこれに2年間ずっとやってるってことで慣れてきちゃって、こっちの16インチのモデルの方でも同じものを購入して、これはちょっとスペースグレーなんで色はまた違うんですけど、また同じスタンドを購入したっていうことになってて、こっちもスタンドを出して編集できるということになってますので、まあ、これはもう一度使い出したらもう手放せなくなるので、逆におすすめできないというか、もうこれ使っちゃったらもうこれがない生活を味わえないので、あのむしろ使ったことない方は使わん方がいいかもしれませんっていうぐらい、まあ、便利なアイテムかなという感じで一応購入しました。で、3つ目っていうのがこちらのハブですね。これはあのパソコンに挿すケーブルなんですけど、まあ、ケーブルというか線なんですけど、これをガチンって挿してあげれば、ここから今撮ってる一眼レフのメモリのデータを読み込めたりとか、ここから HDMI といって例えばモニターに画面を映したりとかもできますし、さらにはこの USB もついてるので、もうこの1個だけで全て完結するっていうことで、今まで僕は線いちいち挿してたんですけど、線挿して抜いて挿して抜いてて毎日のことやからめんどくさいなと思って、でもこれ1個付け取ったらもうこれでしまえからこれで楽やなと思ってこれを購入したっていうことになってて、これ確か値段は5、6000円やったと思うんですけど、まあ、そんな感じになってます。ちなみにさっきのスタンドもこれも結構値段高いんですよね。だからあんまおすすめしないんですけど、6000円か7000円ぐらいしてて、1回使うと離れれないんで、使ったことない方は使わない方がいいかなと思います。っていうのが以上 MacBook Pro 関係で、次はまた違うものになるんですけども、次は SD カード入れですね。あのまあ SD カードも多少は購入してるんですけど、 SD カード入れってことになって、このちなみにシールはですね、嫁が好きな焼き鳥屋さんのシールってことで、あのよくデート Vlog とかでこのお店、焼き鳥屋さん難波にあるんですけど行ったりしてるんですが、まあ、そこのお店のステッカーをもらったので、あ、これ貼っ付けようと思って貼っ付けてます。で、これは SD カード入れになってるので、まあ、こんな感じで SD カードが入ってて、このケース自体は確か600円かなんかぐらいなんですけど、まあ、これがあるだけで、あの SD カードがバラバラになる心配がないので、僕結構どこに何入れたかわからなくなって SD カードなくしそうになったりすること結構あるんですけど、これにさえ入れておけば GoPro の SD カードもこの今の一眼の SD カードもここに入れれるということになってますので、あともう 2,3 枚あるんですけど、まあ、それは今使ってたりとかするので、まあ、これがあればなくさないかなという感じで思っております。まあ、ちなみにこれ両方とも裏面も表面も焼き鳥屋さんのシールで、2店舗とも僕ら夫婦のお気に入りのお店となっております。そして次がレンズですね。まあ、これはレンズはもうサクッといくんですけども、今この見てもらってるレンズだけじゃなくて、ちょっともう一個欲しいレンズがあって、まあ、それを購入したっていうことになってるんですが、まあ、そのレンズに関してはそんな詳しく言うつもりはないので、まあ、レンズ買いましたよということになってて、これちょっと高かったんですけど、これは4万円ぐらいのレンズを購入したっていうことになってて、もうこれで一眼レフ関係は全て揃いました。なのでもうこれ以上一眼レフというかカメラに一切お金かけるつもりないので、もうこれでカメラは終了で、そして次が GoPro のマイクになってます。で、 GoPro はですね、僕結構 Vlog とかもこれから多分撮っていくと思いますし、それこそ今までコロナで出かけれなかったんで GoPro は使わなかったんで、もうほんまに平凡な一日撮るよみたいな、で平凡な一日も喋らへんから、まあいらんかなと思ってたんですけど、まあそろそろ自粛もちょっと開けて外ロケというか外でこうやって撮ることが多くなってくるので、まあちょっとマイクもいるかなと思ってまあ購入したんですけども、ちょっとどんな感じなんかちょっと見てもらおうかなと思います。今がですね、これ今ちょっと GoPro で映してるんですけども、これが全くマイクをつけてない状態だから、 GoPro の内蔵マイクだけで撮ってる状態っていうのがこれになるんですけども、次は外部のマイクがついてる状態でどんな感じかやってみたいなと思います。はい、という感じで、まあ、これがですね、外部マイク今入ってる状態で喋ってるんですけども、両方とも音声は全く触ってないので、まあ、どんな感じになってるかちょっとわからないんですけども、まあ、普段のこのピンマイクがいかに優秀かっていうのが分かってもらえるかなと思うんですが、まあ、GoPro でも外部マイクがあるかないかでもだいぶ違うかなという感じで、まあ、これが、外部マイクということになっております。はい、ということになってて、まあ、以上、あともう一つありますね。あともう一つが、これはですね、比較的手頃な値段なんですけど、僕結構ケーブル類が多いんですよね。充電するケーブルであったり、線つなぐケーブルであったり、何かしらケーブルがこうやってあったりするんですけど、まあ、そういう時に使えるのが、このクリップっていうか、レザーのクリップがあるんですよね。で、これが5個入りで2000円とかぐらいで、比較的安いんですけど、姫路レザーっていうレザーを使ってて、5色あるんですけど、いろんな色があって、まあ、これで畳んでおくことで、ごちゃごちゃし
ないのが結構助かるんですよね。それまでは今までこう何ですか、くるくるって丸めるだけ丸めてここにポインって掘り込んでたらもう中で絡まりまくってるっていうことあったんですけど、もうこのクリップというかこのレザーの止めるやつをやってからはこれ入れておけば絡まったりしないので、これは地味に良かったかなという感じで思ってますので、以上7点ですねが買ったという感じになってて、合計45万円オーバーということになっております。まあ、なので基本的には全て投資というか機材であったりとか、まあ、そういうところになってるので、まあ、動画に直結するようなものばっかりになってるんですけど、まあ、僕も2年前まで自分のパソコンを持ったことがなくて、まあ、こういった Apple のパソコンの電源の入れ方も知らない状態から始まったのが2年前になってるんですけど、まあ、電源の入れ方なんか関係なくパソコン開いたら電源つくんですけど、そんなことすらも知らんかって、で今になってようやくいろいろ多少は使えるようになってきたんで、まあ、ちょっと標準の普通に売ってるものではちょっと物足りなくなってきたっていう感じにはなってます。まあ、なのでまさかこんなパソコン買うと思ってなかったですし、それこそ10万円のパソコンでも高いなと思ってたんですけど、そんな自分が2年後に40万のパソコン買ってるなんか夢でも思ってなかったですが、まあ、こうやって投資していくねんなっていうのを最近学んだ今日この頃でございますので、僕結構散財するイメージを持ってはる方多いかなと思うんですけど、仕事道具に関してはガンガン金使うんですけど、必要ないものは全然買わなくて、例えば100均とか行ってついでにこれ買っとこうみたいなのも全くないので、100均行っても買わへんとか全然ありますし、たった100円でももったいないから買わへんってあるんですけど、仕事道具に関しては必要やと思ったら突っ込むっていうのが、まあ、今回ちょっとその悪い癖が出ちゃったかなという感じには思います。まあ、なのでしばらくはパソコン買う予定ないですし、まあ、これを何年間かは使う予定になってるので、また2年3年して買い替えるつもりも全くないので、しばらくはこれでずっと編集して皆さんに動画をお届けしたいなというふうに思います。でまた Vlog とか行った際にこのマイクついてると思うので、ちょっとまた音声がちょっと弱なったやんとか、声渋いやんとか、声活かしてるやんとか、ダンディーな声とかって言ってもらえたら嬉しいかなというふうに思いますので、まあ、そういうコメントを期待してお待ちしております。はい、ということになってますので、本日はですね、僕が最近購入したアイテム7選を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。